今回はリクエストのあったタンメンの作り方を紹介します。ご家庭にあるような材料だけで本格的なタンメンが作れるレシピを考えてみました。もちろん鶏ガラスープの素などを使わない素材を生かした方法です。だからといってすごく難しいものでもなく、レシピ通りに作れば誰でも美味しく作れると思います。さらに家庭の火力に合わせて調理して、主に普通のフライパンを使って作ります。それでは作っていきましょう。まずは前日に昆布水を用意しておきます。水2リットルに昆布 20g を入れておきます。冷蔵庫に24時間入れ、寝かして出汁を作ります。干し椎茸3枚に水 50cc を入れ浸しておきます。今度は鶏胸肉についている皮や軟骨、脂肪を取り除き、出汁に使うので集めていきます。鶏胸肉の鶏皮はブヨブヨしていて美味しくないからと人によっては捨ててしまう食材です。ですが鶏皮には旨味と栄養がたっぷりと含まれているので、食べないなら出汁に使うのが効果的です。だから鶏胸肉を買った時は鶏皮だけを集めて冷凍にして出汁に使うのが便利です。さらに鶏胸肉についている軟骨や筋、脂肪などを取り除き詰めて出汁に使います。ここが軟骨の部分です。余分な部分が取れたら胸肉を3枚に切り分けておきます。鶏胸肉の切り分け方や効果的な冷凍保存の方法は別の動画で解説していますので、概要欄に貼っておきます。詳しくはそちらを確認してください。全部で鶏皮を4枚使いますので取り除き集めます。鶏皮や脂肪には臭みがあるので、重曹を少量入れ揉み込んで臭み抜きをしておきます。さらにその上に青ネギと生姜の皮を乗せ、香りをつけ臭みを抑えます。鶏むね肉1枚分と鶏皮を冷蔵庫に入れ、最低でも10分は寝かせておきます。次はネギ油を作ります。ネギ1本と生姜の皮を数枚用意します。ネギは適当な長さにカットし、生姜は皮を剥きます。ネギ油はスーパーなどで買えるので、作るのが面倒でしたら市販のものを使ってください。白ネギは香りが出やすいように半分にカットします。あれば花椒を一粒入れてください。なければ入れなくて大丈夫です。フライパンに先ほど用意した材料を全部入れます。油が材料が浸かるくらいまで入れます。だいたい分量としては 100cc くらいですね。そうしたら火をつけて油が沸くまで中火で加熱します。1分くらいしたら油がグツグツとしてくるのを確認して弱火にします。
から弱火で15分くらい煮ていきます。ネギが揚がってきたら途中で裏返したりして全体を油で煮ていきます。このくらいネギが黒くなってきたら火を止めて冷めるまで放置します。タイミングが分からなければ15分したら火を止めればいいです。しっかりと油が冷めたら押していきます。ネギを箸で掴んでみてカリカリになっていたらうまくできている証拠です。ネギ油は料理に数滴垂らすだけでも美味しくすることができますので、あると便利ですよ。いろいろな中華料理に使えるのでいいですよ。押すと少し黄色になった油ができます。スープを作ります。2リットルの水が入るので、深いフライパンか鍋を用意して火をつけます。鶏皮と鶏肉のくず、青ネギ、生姜を入れて焼いていきます。鶏皮から油が出るので、クッキングオイルなどは入れません。鶏皮を箸で広げるようにして表面を焼いていきます。ある程度フライパンに薄く広げることができたら、しばらくそのまま放置。同時に他の鍋で昆布水を温めておきます。このまま沸騰する直前まで火にかけておきます。鶏皮はこのまま3分くらい放置して、しっかりと表面を焼き、鶏肉から油と旨味を出していきます。表面が焼けてきたら裏返してまた焼いていきます。ここからまた3分くらいかけて表面を焼いていきます。3分くらいしたら鶏皮から油が溢れ出てきて、油が跳ねる音がしてきます。こうしたら温めた昆布水の昆布を取り出します。
このように鶏油が溢れてきたのを確認します。これが中国料理では欠かせない油、鶏油で、ラーメン屋なんかでもよく使われています。鶏油は業務スーパーなどで買えますので、頻繁に料理に使いたいなら買うといいです。このくらい油が溢れてきたら昆布水を入れていきます。タイミングがわからなかったら鶏皮を焼き始めてから8分ぐらいで昆布水を入れればいいです。昆布水をお玉に取り少しずつ入れていきます。温めた昆布水を入れるとフライパンが煮えたぎり、油と水が混ざり合います。残りの昆布水も全部入れていきます。冷たい昆布水をそのまま入れると、あふれ出た油が冷えてフライパンの温度も下がり、よくありません。そうしたら鶏皮だけでは物足りないので、胸肉を1枚分入れます。鶏胸肉に含まれているミネラルペーストは水に溶け出すので、スープにするのが最適です。しばらくしたら沸いてきてアクが出るので取り除きます。ですが、アクを丁寧に取りすぎると、鶏油などを取れてしまうので軽くで大丈夫です。ここから火を弱火にして15分くらい煮ていきます。あと紹興酒か日本酒を大さじ1入れ、風味を良くします。さらに干し椎茸の戻し汁を入れます。これは昆布水と一緒のタイミングで入れてもいいです。干し椎茸の軸の部分も入れておきます。15分したら鶏肉を取り出し、火の通りをカスなどを刺して確認します。刺した穴から透き通った汁が出てくれば大丈夫です。鶏肉はこのまま冷ましておきます。あとは鶏皮などを取り除きます。しっかりと出し殻に残った汁も残さず鍋に入れます。これでスープの完成です。15分くらい煮ただけでしっかりとした鶏のスープが出来上がりました。茹でた鶏肉は細切りにして具材に使います。鶏肉はタンメンの具にしないでバンバンジーなどにして食べてもいいです。次に具材となる野菜を用意します。もやしはひげに臭みがあるので水につけてから取り除いていきます。1人前に半袋を使います。
キャベツは手でちぎり、一口大の食べやすい大きさにしておきます。芯の部分は包丁で叩きつぶしておきます。キャベツは1人前 50g を用意します。人参は細切りにして 10g を用意します。ニラは3分の1束を5センチ幅にカットします。野菜はキャベツ 50g、もやし2分の1袋、人参 10g、ニラ3分の1束、生姜のみじん切り小さじ1、干し椎茸1枚、昆布1枚を細切り、きくらげを4、5個です。他にラード小さじ1、鶏肉細切り 20g、スープ 400cc、中華麺1玉、塩 7g、牛乳大さじ1、ネギ油小さじ1です。塩はよく売られている博多の塩を使いました。スープは作る直前にレンジや鍋などで温めます。フライパンを温め、同時に麺を茹でるお湯を沸かしておきます。フライパンの温度を確認して温まってきたらラードを入れます。もし豚肉を入れたかったら大さじ1の油を入れ炒めてください。今回は鶏肉があるので豚肉は省きましたが、お好みでどうぞ。火力は弱火にして作ります。生姜を入れ軽く炒め香りを出します。人参、椎茸、きくらげを入れ炒めます。キャベツも入れます。しばらく炒めます。フライパンの温度を一定に保つためにフライパンをしっかりしないようにして炒めます。このくらい炒めたら、もやしを入れます。タイミングがわからないようでしたら、生姜を入れてから1分後にもやしを入れるようにしてください。もやしは初めから入れると炒めすぎて腰が抜けるので、途中で入れます。ここから弱火なので、焦らずゆっくりと炒めていきます。大体もやしを入れ1分くらいしたら温めたスープを入れます。
冷たいスープを入れると炒めた野菜とフライパンの温度が下がり、また温度が上がるまでに野菜から水分が出てしまうよくありません。そうしたらニラ、昆布、鶏肉を入れます。今度は麺を茹でていきます。しっかりと沸騰したお湯に麺を入れ、表示時間よりも30秒くらい早めに茹でていきます。野菜がたっぷりなんで少し固めに茹でると食べるときに伸びにくいのでいいです。ここで博多の塩を 7g 入れます。牛乳を大さじ1入れ、スープにコクと濃度をプラスします。今回のように短時間で少ない材料で作ったスープを牛乳で補うことができます。ここで味の確認をします。味が薄いようでしたら塩を少しだけ足してください。胡椒を振りかけます。タンメンには白胡椒が合います。仕上げにゆで油を小さじ1入れ、香りをつけます。そうしたら火を止めて麺を揚げていきます。麺はしっかりと湯切りをしてください。お湯が残るとスープが薄くなるので注意です。麺を丼に入れたらスープを流し込みます。その上から野菜をこんもりと乗せていきます。弱火でゆっくりと作りましたが、もやしの状態を見てもらえればわかるようにちょうどいい野菜の火の通りです。これでタンメンの完成です。今回はリクエストのあった家庭でも作れる美味しいタンメンの作り方を紹介しました。この方法ならスーパーなどで手軽に買える食材を無駄なく生かして作ることができるのでいいのではないでしょうか。詳しいレシピはブログにも書いていますので、そちらを確認してみてください。次の動画もリクエストでチャーハンスープがあったので、このスープに醤油ダレをプラスして紹介します。さらにその醤油ダレを使ったチャーハンとおまけで醤油ラーメンまで作っていきます。それでは今日は長くなってしまったのでこの辺で失礼します。最後まで見ていただきありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。